俺の名はキータロウ。ちょっと霊感の強い美少年だ。立ち入り禁止の蔵にちょっと入ったのをおじにこっぴどく叱られ、母屋を追い出されて離れに一人で住むように言われてしまった。まったく大人は理不尽だ。しかしある意味憧れの一人暮らし。漫画もゲームも好き放題、つまり自由。プラスシーコー、プラスシーコー、気分盛り上げたダダダンス。重い鎧を脱ぎ捨てて心の翼を広げよう。おさあ誰だお前。スズ。我はスズじゃ。こうして俺は妖怪たちの住むこの離れの主となった。スズ、風呂沸かしてくれたか？なんでスズに言うんじゃ？だってお前昨日の勝負に負けて掃除婦ってことになったろ。掃除婦じゃからと風呂まで沸かす義務はない。自分で沸かすがよ。確かに。スズタンペラペラ、スズタンペラペラ、スズタンペラペラ、スズタンペラペラ。ああ、もしもし警察ですか？ん？赤鍋ではないか。何しとる？すずの知り合いか？こやつは赤なめといって風呂赤を主食にしておる妖怪じゃ。風呂をなめてたのも妖怪としての本能じゃから、人間の変態と一緒にしてやるな。かわいそうじゃろ。すずったんぷるー、すずったんぷるー。こいつもお前の知り合いの妖怪か？そいつは天井なめじゃ。天井なめ？天井とスズに何の関係があるんだ？天井板の締めがスズタンのつむじに似ていたから舐めたくなったんです。そうなんです、私もスズタンの赤をペロペロしたかったんです。罪はないんです、妖怪の本能なんです。仕方がなかったんです、無実の罪なんです。そうです、我らスズタンペロペロブラザーズ。聞いたろ、やってよし。さっき追試験1の章。待ってください、許してください、何でもしますから。そうか、ならばどうだ。いや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 、無理す無理す。だってこれってあれですよね。あれは赤とはわけが違うっす。そうです、いくら何でもさすがに無理です。スズタンペロペロ言いながらでも構わないから。どっちにしろダメじゃ。まあスズがふさわしい仕事を与えてやる。しかしなんでこう変態妖怪ばかり集まるんだ。変態ではない、不衛生にしておるから出るんじゃ。綺麗にしておれば自然といなくなる。つまりこれは掃除婦の職務怠慢ってことだな。お、自然といなくなった。妖怪じゃ。お風呂場のしつこい汚れや天井に張った蜘蛛の巣まで舐めとってくれるみたいだな。そのようじゃな。スズより働くんじゃないか。